はい、どうもこんにちは、寺井です。今回はバイマの著作権問題についてお話しさせていただきたいというふうに思います。このバイマの著作権問題なんですけれども、まあ、最近でも運営の方でちょっと動きがあったりとか、この今ホットな話題になりますので解説させていただきたいなというふうに思います。この今バイマで活動されている方っていうのはもちろんなんですけれども、これからバイマを始めていきたいよと思われている方にとっても重要なお話になりますので、ぜひこちら最後までご覧いただけたらなというふうに思います。今回の動画のお話の内容としましては、一つ目、そもそも著作権問題とは何か、二つ目、著作権問題における今後の出品について、三つ目、著作権問題を受けての今後の具体的な行動対策、4つ目、著作権問題を受けて今後のバイマの未来を予想する、5つ目、最後まとめという流れでお話しさせていただきます。僕のプロフィールはこんな形になっておりますので見といていただけたらと思います。まあ、今現在僕の公式 LINE アット各概要欄にありますけれども、そちら追加していただいた方限定で、寺井大輝バイマ初心者入門マニュアル、こちら無料でプレゼントさせていただいておりますので、まだ受け取ってないよという方はぜひ受け取っていただけたらと思います。そちらのマニュアルではアカウントの作り込みの方法だったりとか、バイマにおけるリサーチ方法だったりとか、まあ、最近まさに売れてる商品なんかも解説紹介させていただいておりますので、こちら下記概要欄から公式 LINE アットの方を追加していただいて、ぜひ受け取っていただけたらというふうに思います。まずこの著作権問題なんですけれども、まあ、今バイマやられている方っていうのは、まあ、しばしばこういったメールっていうのは運営から送られてくるので、あのことかなというところでわかるかなというふうに思うんですけれども、まあ、簡単にこの内容をまとめさせていただきますと、バイマで商品を出品する際に自分自身で撮影した画像か、または許可を得ている画像しか使わないでくださいねということになります。まあ、これに関しては、このバイマを例えば知らない人が見ていたとしたら、それって当たり前なんじゃないのというふうに思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、実はこのバイマっていうのは、この公式サイト、例えばヴィトンの公式サイトとか、クリスチャンディオールの公式サイトとか、こういった公式サイトでたくさんその商品が並んでるかなと思うんですけれども、その中の画像を使って、そこをスクリーンショットでくり抜いて、そこを自分で加工して、この商品を自分のバイマのページに出品するということが当たり前にできていたんですよね。この公式サイトからの画像を引っ張ってきてスクリーンショットして加工して出品っていうのは、まあ、非常にやりやすい方法になります。理由としてはまあ当たり前なんですけども、そこに出品したい商品の画像があるし、商品の詳細がそこに載っているからになります。まあ、これに関しては、このブランド側、この公式サイト側ですよね、こういったバイマでの活動っていうのを通じて、このパーソナルショッパーがこのブランド側の売り上げを上げてくれていたという背景があったので、このブランドによってはまあ黙認していたのかなというところもあったのかなというふうに思うんですけれども、おそらく今後特定のブランドに対して、我々のこの公式サイトをバイマで出品している方、その方たちはちょっとやめてください、使わないでくださいという形で、バイマの事務局に対してブランド側から圧力がかかっているという可能性が今現在あるかなというところになります。バイマをやっている皆さん、先ほど申し上げた通り、この事務局の方からブランドに関しては公式サイトからの画像の使用っていうのを控えてくださいみたいな、こういった著作権に関連するメールっていうのがしばしば来ていますよね。このブランド側というのが、このバイマの運営に対してこういった圧力をかけていく理由に関しては、まあ、様々考えられるかなと思うんですけれども、例えば一つには、このブランドのイメージだったりとか評価っていうのを崩したくないからと、こういった理由もあるかなというふうに思います。この具体的なこのブランド名、どういったものが今厳しくチェックされているかというところを具体的に挙げさせていただくと、一番はやっぱディオールになります。それに次いでエルメス、このエルメスも徐々に圧力がこのブランド側からバイマの運営に対してかかり始めているかなというような印象になります。まあ、今このエルメスとかディオールとか、こういった具体的なブランド名出させていただいたんですけれども、この特にこのディオールについては、今後公式サイトの画像、これはもう一切使わない方がいいです。このディオールに関してはかなりこの頻度も多く、この明確にこのディオールというブランド名名指しで著作権に関する注意がメールで入っています。こちら今後特に注意していただけたらと思います。このハイブランドと一口に言っても、このエルメスも含めディオールも含め、まあ、たくさんあるんですけれども、この著作権に関して全く何も言われてないような、全然厳しくないような、このハイブランドがあるのも事実になります。ただ、まあ、最終的にはこの自分自身で撮影した画像、あるいはその画像の使用が許可を得ているような画像、こういった画像による出品しか認められないというような未来に向かっていく可能性があると思って、今から行動すべきかなというふうに思います。よって今一番いい行動というのは、このバイマの出品ページの作成、特にこの画像の作成において、この実物画像しか使えない、公式サイトの画像も使えないと仮定してアカウントの運営を行うことになります。よって公式サイトの画像以外の画像を使って出品ページを作っていく必要があります。ということは、実物画像を使って出品ページを作っていかなければいけないんですけれども、じゃあこの実物画像、まあ、自分が写真で撮って自分が権利を持っている画像のことですよね。これを得て出品ページをたくさん作っていくために、まあ、どういうことをしていくべきなのかというところを続きましてお話しさせていただけたらと思います。
続きましてというところで、この実物画像を入手するのが大切だというところをお話しさせていただきました。その入手するための具体的な行動、具体的な対策、このあたりお話しさせていただけたらと思います。対策その1になるんですけれども、1つ目は店舗に通って実物写真を撮ってもらう外注の構築の強化、こちらになります。こちらに関しては特に海外を強化していくといいかなというところになります。ハイブランドの特徴として、利益単価が大きいというところが言えるんですけれども、例えば一撃10万円とか、20万円とか、こういった超えたりする案件っていうのが、やはりこの日本に在庫がなくてこの海外に在庫があるというパターンであることが多いです。ここを強化していくことで、この買い付けパートナーを通じて巡り合っていくことができますし、実際にこの写真も入手していくことができるので、自分のショップでも扱っていくことができます。またその中で、適切な目利きに基づいてこういった実店舗回ってもらって写真を撮っていただく中で、巡り合った商品っていうのを有在庫としてその瞬間にも買い付けてもらって、それを自分のショップの商品として扱っていく、これはもう利益が出ていくことはもう確定なので、こういった有在庫っていうのを行っていく、この枠組みを絡めて、この写真撮影、店舗、パトロール行っていただく、このあたり外注化していただくことができれば非常に効果的かなというふうに思います。続きまして施策2つ目になるんですけれども、2つ目は店舗のスタッフに写真をもらうということになります。店舗での買い付け実績がついてくると、この店舗のスタッフさんとこの連絡先 LINE だったりとか、海外だったら WhatsApp だったりとか、このメッセンジャーアプリの連絡先交換していく運びになったりするんですけれども、その時に店員さんと関係を適切に深めていくことができれば、今現時点でその店舗にある商品画像っていうのを店員さんが送ってきてくれたりするので、その画像を使って自分の商品ページを作成していくことができます。そのような関係になった店員さんのことを担当の店員さんと呼んだりするんですけれども、各国の買い付けパートナーさんもこの担当を作る動きっていうのをしてもらって、また自分自身もこの担当がいる買い付けパートナーさんを見つけていくという形で、この質のいい買い付けパートナーさんのリクルート、こちらにも力を入れていく、こちらを行っていくことで、先ほど申し上げたこの店員さんからの画像の共有、この実店舗今ある商品の画像の共有、こういったものを通じた、むしろ今までよりも質のいい出品ページの作成へとつながっていくことができます。こちら2つ目になりますけれども、店舗のスタッフさんから画像をもらうということになります。これは取り入れることによって、こういった今著作権問題ってありますけれども、この時代に淘汰されないバイマの活動運用っていうのを行っていただけたらというふうに思います。正直今まで簡単にできていたことが難しくなったという中で、今回の件を通じてこのハイブランドの取り扱いっていうのがより難易度が上がったかなというふうに思います。今回のこの著作権問題っていうのは、もちろんこの全部のブランド対象になっていく全体的な流れかなと思うんですけれども、その中にもやっぱり関わりがあるっていうのがやっぱハイブランド、僕メインでその扱っているのはハイブランドなんですけれども、このハイブランドに対しての関わりっていうのが大きいかなというところなんですよね。理由としてはこのハイブランドっていうのは公式サイトの価格で仕入れて、でこの倍までそれ以上の価格で売っていくからという形になります。だからこの公式の小売価格っていうのはどうしても参考になるので、公式サイトっていうのが一番やっぱ目安になるので使うんですよね、そこのサイトというのを。このセレクトショップっていうのはやっぱハイブランドあんまりないので、そこはやっぱ使えないという中で、この公式サイトを使うこのハイブランドというのがもろに影響を受けているという形になります。ただ逆にこの難易度が上がったということは、僕はチャンスかなというふうに思っています。理由としては先ほど言ったような施策を取り入れて、正しいノウハウに基づいて行動していった人のみが稼いでいくことができるからになります。現に今僕のコンサル生でも出品においてこの数っていうのはあまり多く出すことができないんですけども、この公式サイトをポンポン使って出品することはできないので、でもこの実物画像をしっかりと取り入れてクオリティを上げていった結果、むしろこの利益が上がったという事例も多くあります。このようにやっぱりしっかりアンテナを張って最新の情報に基づいて行動できた場合は、むしろやっぱりノウハウを持ってない人たちっていうのが淘汰されていくので、そういう中では売上がむしろ上がるという事例はいろんなシーンであるのかなというふうに思います。最後に今後のバイマの未来予想していきたいと思います。こちらは今回の著作権の一連の流れを受けての予想になっていくんですけれども、このノウハウを持たずに今まで適当にやっていた人たちがいなくなっていく、あるいは時代の流れについてこれない人たちが淘汰されていく、このショップが減っていくということが今後絶対的に起こっていきます。その中でバイマのお客様の数なんですけれども、僕がこのバイマを始めた4年半前とか、このあたりはもう500万人とかそこら辺だったかなと思うんですけれども、今現在は2022年の年末あたりの情報か、1000万人は突破しているというような状況になってきます。バイマのお客様っていうのは、このバイマっていう存在がもう有名になってきたからっていうのもあるんですけれども、非常に増えてきています。
それもそのお客様っていうのは特にエルメスとかシャネルとかヴィトンとかディオールとかこういったハイブランドの商品を求めているお客様たちです。その割合が多いです。これなんで言い切れるかというと、お客様が今言ったこれらのハイブランドに対してニーズがあることは、バイマ内の売れているブランドランキングっていうのがあるんですけれども、そこを見れば一目瞭然です。このランキングっていうのはバイマのこの売上高に基づくランキングなんですけれども、ランキングが多ければ多いほどたくさんの商品、たくさんの金額が動いているというようなランキングになります。その中で今申し上げたハイブランドの中でもトップブランドの商品たち、それらのトップブランドが常にランクインしています。バイマのハイブランドを扱うショップっていうのは減っていってしまう。でもその減っていったショップっていうのは適切なこのノウハウを持っているお客様にしっかりと商品をデリバリーする能力がある、お客様に価値を生んでいくショップである、そこに対して多くのお客様がアクセスしていく、この状況になったとして自分がそのショップを運営できているような力を持っていたとしたら、ショップの売上っていうのはどんどん上がっていきますよね。要するにこの時流に対応して自分自身が動いていくことができるか、未来をある程度予想して動いていくことができるかどうか、そしてそういった行動を起こしていくことができるベースの知識があるか、ベースの考え方があるかどうか、こういったものが非常に重要になってきます。まあ、こういった知識だったりとかマインド考え方っていうのを持っているかどうかっていうのが今後大きく稼いでいくことができるか、もう自分自身は潰れてしまうかという境目になっていくかなというふうに思います。まあ、他の YouTube だったりとか、まあ、Twitter とかこういった発信している人たちの中で、まあ、ポジショントークなのかわからないんですけども、またはこのハイブランドイコール公式画像しか使っちゃダメみたいな、こういった再知識しか本当にないのかわからないんですけれども、今回の一連の著作権の件を受けて、まあ、ハイブランドはこの公式サイトが使えなくなるから、もう今後もうわこんなるわみたいな、こんなことをまあここぞとばかりに言ってみたりですとか、またまあ去年の4月だったかなと思うんですけども、このヴィトンがまあ一定の実績がないと扱えなくなった件、バイマの規約変更を受けてこのハイブランドはオワコンだみたいな、こういったことをここぞとばかりに言ってみたりとか、このように発信されている方、されていた方、ほんの一部いらっしゃいますが、まあそもそもこのヴィトンは普通に活動していけば扱えっていうことできますし、ハイブランドにこそ先ほど言ったような理由で稼いでいける未来があるかなというふうに思いますので、ぜひ僕の YouTube は過去このハイブランドのことだったりとか解説してますので、ぜひこのハイブランドについて学んでいただいて、ハイブランドでこのバイマっていうのは取り組んでいっていただけたらなというふうに思います。もちろんその時には適切なこういった知識とか考え方必要になってきますので、そちらは知っておいていただけたらなというふうに思います。はい、では最後今回のお話まとめさせていただきます。今回はバイマの著作権問題についてお話しさせていただきました。まず最初、著作権問題の関係する内容をお話しさせていただきました。こちら自分自身で撮影した画像か、もしくは使用許可を得た画像しかこのバイマの出品において使わないでくださいねというようなこのバイマからのアナウンスになります。今まではハイブランド含め公式画像を扱ってこれをくり抜いて出品していくことができた。だが今後は公式サイトの画像というのは使えなくなっていく可能性がある。よって今後は実物画像を撮ってそれを出品ページとして使用していく動きが求められる。では具体的な実物画像の習得方法としては2つご紹介させていただきました。1つ目、特に利益が出る海外取引を見越した実物画像撮影外注の構築。2つ目、店舗の担当との関係構築を通した店舗内実物画像の入手。最後、バイマの今後の未来というところも今回の実物画像の件を通じて僕が予想した部分お話しさせていただきました。こちらではまとめとして3項目お話しさせていただきます。1つ目、ヴィトン、シャネル、エルメス、ディオールなどこういったハイブランドを簡単に扱えなくなっていく。2つ目、一方でこういったハイブランドのニーズというのはお客様の増加に伴って増えていく。最後3つ目、ハイブランドを扱う適切なノウハウを持ち、それに基づいて行動できた人が稼いでいくことができるし、それをさらに大きく利益を拡大していくことができる。以上まとめになります。はい、では最後まで動画見ていただきありがとうございます。動画のコメント欄では動画の内容にしてほしい内容を募集させていただいております。コメント欄にぜひコメントしていただけたらというふうに思います。またバイマのショップ運営している皆さん、今回の動画を受けての感想だったりとかご意見あればコメントの方よろしくお願いいたします。またこの動画の概要欄には過去私が教えてきたバイマのコンサルの生徒さんのインタビュー動画だったりとか、バイマで稼ぐ方法、こちら解説した動画を載せさせていただいておりますので、そちらも合わせてご覧いただけたらと思います。はい、では最後までご覧いただきありがとうございます。この動画いいねと思ったらいいねボタンと、あとはチャンネル登録、あと通知が届くベルマークボタンも押していただけたら嬉しく思います。動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼させていただきます。